さあ、いよいよ直線の攻防。ここで先頭は織姫ナイン、織姫ナイン先頭。2番手はオートリコレクター、追いすがります。やはり織姫ナイン先頭だ。先頭変わってファイブモモコ、残り 200m。 先頭はファイブモモコ、織姫ナイン必死に追いすがります。一気に織姫ナイン、ファイブモモコ先頭だ。ファイブモモコ、ファイブモモコ1着、2着にはどうやら織姫ナイン、見事に勝ちました。ファイブモモコ、織姫ナイン、わずかの差で勝利を逃しました。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ、最後は大外枠のリバーガール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアグネスパレード、リバーガール、この馬も好スタートを切りました。エアグルーヴ前に行きそうです。アグネスパレード、それに続いています。さらにはリバーガール、9番北斗ベガ、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはリバーガール、アグネスパレード、そのうちに続いています。青の帽子、オレンジキャッスル、その後ろ。すぐ隣にパレスイージー、内からはデイディーカーラ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のダンスパートナー、後方につけています。エアグルーヴ前走に続いて、ここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から、先手を取ったのは名勝八重垣、その隣にエアグルーヴ、その外からオレンジキャッスル、その後ろにパワーファンシー。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、オレンジキャッスル先手を取りました。これに続くのがエアグルーヴ。京都競馬場3コーナー、坂を上り、そして下っていきます。前はオレンジキャッスル、エアグルーヴ、ほとんど差がありません。名勝八重垣、3番手ダンスパートナー、いい位置です。さあ、ここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はエアグルーヴ、エアグルーヴ先頭、リードを広げにかかります。2番手はダンスパートナー、残り 200m、 エアグルーヴ先頭だ。残り 100m、 ダンスパートナー抜けた。2番手はエアグルーヴ、ダンスパートナー1着、ダンスパートナー完勝、ダンスパートナー1着、2着はエアグルーヴ、これが2冠女王だ、ダンスパートナー。
短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのは桜スピード王。しかし後続の足色もなかなかいい。河内大王抜けた。河内大王もう一伸び。河内大王ゴールイン。河内大王1着2着は桜スピード王。1番人気に応えました河内大王、見事です。